こんにちは、どうも皆さん、デカファミのあんちゃんとママです。今日は秘密で動画を撮ってます。今パパ寝てるので、はい、小声で。今日何日ですか？4月の18日、はい、最近ですね、ママ気になることがあるんですよ。はい。なんかね、はい、気持ち悪いなっていう。昨日もご飯食べるやんて。うん。なので、はい、何かわかる？これは妊娠してるか。すごい、妊娠ってわかるって。だってなんか YouTube でも、なんかね、YouTube でなんかお菓子の YouTube みたいな感じなんですけど、妊娠したふりのことでこういうものを知ってみたのことがあってあるのでね。じゃあ今日ちょっとこれをやってみようと思います。もし妊娠しとったら線がね2本出る。してなかったら線が1本。トイレでせない関係。ママちょっと一人でやってくるけ、はい、ちょっと待っとったら。いいよ、行ってくるね。行ってらっしゃい。じゃあ止めます。行ってきます。行ってらっしゃい。カメラのボタンを押してから今トイレから戻ってきた感を出しちゃってる YouTuber らしくなってきた妻と娘。はい、拍手。行ってきました。封筒に入れてきましたよ。出してみましょうか。綺麗に真っ直ぐ真っ直ぐしてから。ちょっと待って待って、目つぶってね。つぶった。つぶと。うん。いくよ。せーの。せーの。1個。してなかったね。うん。やっぱりしてなかった。よかったね。よくない。ということは、赤ちゃんはいません。ということは、ママは、ただ、気持ち悪いだけです。はい、食べ過ぎや、食べ過ぎ。なんか妻と娘がそわそわして、なんかあっちの部屋行け、こあっちの部屋行けって、なんかこっちの部屋に来させてくれなくて、なんかなと思ったら、なんか妊娠検査薬見せられて、結局陰性だったんですけど、見えますかね、これ陰性だったんですけど、ただの妻の食べ過ぎですか、食べ過ぎでした。なんか最近気持ち悪いとか、発血するとか、なんか食欲あるとか言ってたんで、なんか妊娠かなと思って、でもただの食べ過ぎでした。以上です。てんこファミリーでした。バイバイ。